楽しいだけのお話で心に残っているものは何？嬉しいだけのお話で思い出せるものは何？助けたのは私。印象に残るお話には必ず悲しい要素があったでしょう。全部泡になればいい。王子様を寝取った女も私は恨んでなんかいません。痛みと悲しみは似てるのね。